番号11番の変わって入った北里の対応ですが、さあ田中のプレー、中央に入ってくる、いいワンツーパスがあった、チャンスになる、中に折り返した、飛び込んだ、触ることはできませんでした。まず前半先制したのは中国、10分にこのペナルティーコーナーからナー玉か、本当にこのナのワンタッチの素晴らしさというのが ね、 そうですね、興味ありましたね。曲芸のような本当にホッケーしますね、この人は。しかし日本は26分に同点に追いつきます。このチャンス、中国の反則でペナルティーストロークになりました。ゴールキーパーと1対1で得点を狙える場面、鮎川がしっかりと決めて1対1の同点に追いつきます。しかし前半の30分、再びナー玉か、このワンタッチプレー、まあこれもしかしワールドクラスというようなワンタッチプレーだったんではないでしょうか。2対1中国勝ち越し。このままですと日本非常に苦しいという状況でしたが、後半10分ペナルティーコーナーを日本阻まれてしまいます。今日はなかなかこのペナルティーコーナーが得点に結びつかなかった日本でした。はい、しかし日本はこの22分のプレーです。一旦ペナルティーストロークと判定されたんですが、ペナルティーコーナーに判定が変わりました。ただここは長澤のこの得点で追いつきます。やっと仕事をしましたね。日本はこの点数であれば出場決定戦が決まるという状況に持ち込みました。そして長い長い守り、残り1分を切ったところ、ゴールキーパーを外して総攻撃に出ていた中国、そこに対しまして壺内のシュート、3対2、終了間際に勝ち越して日本これで4勝1分けとしました。